更新郊外列とは、先天性以上の一つであり、難郊外あるいは、高郊外、またはその両方が閉鎖しない状態の郊外列と、更新の一部に、裂け目が現れる状態の郊外列の総称。症状によって、郊外列、都心、郊外列などと呼ぶ。俗語では、三つ口、うさぎ口などと呼ばれた。日本系制外科学会の HP によると、 更新口外列の有病率は500人中1人程度。有病率は人種によって異なる。古くは下下手術も発展しておらず成人しても裂け目が残っているケースもあったが、現在では治療法が確立し、ほとんどが下下手術により治療可能で治療根も目立たなくなっている。更新の一部に裂け目が現れる規定を更新列。 唇列と呼ぶ。更新列は、スパーバーによる分類で、鼻まで達する完全更新列、達しない不完全更新列、他に、片側性、両側性に分けられる。また、軽微な更新列を、痕跡唇列という。痕跡唇列は、赤心炎の小さなへこみや、唇から鼻の穴までの傷跡のように見える。ただし外見上は、 軽微な変化であっても、その下にある口は筋への影響があり、再建手術を必要とする場合がある。痕跡唇列の新生児は、形成外科医、高校外科医、統計部外科医、自備科医、言語病理学者、言語聴覚士などからなる頭部顔面治療チームに、早急に見せ、更新列の深刻度を判断してもらうことが、通知されている。原因としては、 一時公害の形成時に起こる、上顎隆起と内側微竜起の融合不全によるものである。また上唇列の場合、環境的要因や遺伝的要因も指摘されており、胎児の内圧の異常行進や風疹薬物など、遺伝に関しては日本で8.7%から16.0%の関与が報告されている。郊外部における破裂があるものを、郊外列といい、 南光外、摂志光までの高光外と南光外、片側性思想突起部、両側性思想突起部の4型に大きく分けられる。原因としては、両側の外側光外突起や、一時光外と、微中核の融合不全による。光外列を示す動物では、高光と微腔が直接交通する。人以外の動物では犬、特に担当種での発生が多く、馬では稀に認められる。 五円性肺炎を併発することが多く、内科的治療としては五円性肺炎の発生を防ぐことに努める必要がある。根本的治療は、外科的閉鎖であり、オーバーラッピング弁法が用いられる。治療のスケジュールは、患者個人、病院、ケースによって違いがあることに注意すること。下記の表は、よくある、治療例のスケジュールである。色の四角は、 そのプロセスが行われている。平均的な時期を示している。唇の治療のように一回の手続きで済むものもあれば、言語聴覚療法のように継続的な治療法もある。蒸気少女の完全回復はこちらで見られる。 http://www.pbase.com スラッシュ stellaq7king スラッシュクレフトリップ出産時における更新列の有病率、郊外列を伴うまたは伴わない、更新列郊外列のみは、地味種、地域グループごとに違う。の有病率が最高だったのは、ネイティブアメリカン、アジア人である。 アフリカ人は有病率が最も低かった。CPO の発生率は白人、アフリカ人、北米原住民族、アジア人とも類似していた。胎児を生命の危険にさらすほどの重篤な問題ではないにも、かかわらず、更新列、公害列が合法的な期限を超えてまで人工中絶をする理由になる国もある。人権活動家の中には、 この、美容殺人という行為は、優生学に当たると主張する者も,もいる。現在ではテレビでも活躍するイギリスの女性牧師で、自身、先天的に顎に危険を持って生まれたジョアンナ・ジェプソンは、イギリス国内でのこの種の行為を止めるため、2001年に、ヘレフォードシャーで、妊娠28週間の胎児を中絶した、医師2名を非合法殺人として訴え、法的な行動を起こした。 1967年中絶法では、深刻な障害ではない場合、中絶を認められないが、この法律には、深刻な障害の定義がないまま、後進列、後害列が、その、深刻な障害かどうかが争われた。ジェプソンによれば、ジェプソンは、後進列、後害列よりも、さらに深刻な顔の機形があることをもとに、後進列、後害列は、 深刻な障害ではなく、実際に、患者は完璧に満足のいく処置を行っているため、これらの胎児を中絶するのは、非合法殺人であると主張した。これに対し、2005年、ウェストマーシア検察庁は、二人の医師は、善意で中絶を行ったとした。これにプロチョイス団体のアボーション・ライツは、歓迎の意を表明した。警察は、母親の生命への危険に対して、 懸念を表明した。警察の懸念に対し、プロライフ団体である、プロライフ同盟は、この中絶が持つ、赤ちゃんの生命を断つ衝撃について、懸念を表明してほしかったとコメントした。クレフトリップウィズオアウィズアウトクレフトパラーツから来ている。ハットクレフトパラーツオンリーから来ている。ハットシー、フーイズアフェクテッドバイクレフトリップアンドクレフトパラーツ。 2008年3月30日時点のオリジナルより、アーカイブ。2008年6月20日閲覧。cnn.com プリーストチャレンジズレートアボーションディセンバー1-2003。2007年7月1日閲覧。ab, bbc ニュース。2007年7月1日閲覧。ドック・ホリデー、エファミリーポートレート、カレン・ホリデー・タナー。 ユニバーシティ・オブ・オマハ・プレス、1998、ISBN0 から806130369、キング・タッドノット・マーダード・バイオレントリー、CT ・スカンズ・ショー。2007年7月1日閲覧。historibuf.com、タッド・ウリンカーン、ザ・ノット・ソー、フェイマス・サン・オブ、エーモースト、フェイマス・プレジデント。 2007年9月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年7月1日閲覧。高根の明検証碑文。沖縄県医師会。2013年6月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年5月10日閲覧。ブラッドフュード。マーダーリベンジーインアングロサクソン・イングランド。リチャード・フレッチャー。 オックスフォード・ユニバーシティ・プレス、2002p66、スカボロース・ニーピッツ、デビッド・ファウラー、ルル・ドット・コム、2013p11、ユルゲン・ハーバーマス。2008年12月18日閲覧。フー、エス・ザット・ガイ、ダリオ・シャリーチ。2014年8月22日時点のオリジナルより、アーカイブ。2017年11月5日閲覧。 ステーシー・キーチ。クレフト・パラーツ・ファンデーション。2007年2月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年7月1日閲覧。チッチ・マリン。ディセーブルド・ワールド。2007年7月1日閲覧。内藤・クニオ・チョ、ン氏。中川一郎開始事件140ページ。シャツ・ルーボ、ライブ。2009年5月31日時点のオリジナルより。 アーカイブ。2009年12月23日閲覧。ホワイトサイド、ケリー、シュミットイズ・フェイス・オブ・エストバ・タフネス、USA Today。オリジナルの2009年10月15日時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/.web/.20091015000326/.http://oujtoday.com w w スポーツカレッジフットボールビギースト2006から11から01ホブーシュミット XHTM2010 年4月30日閲覧 AB フェイマスピープルウィズ、エイクレフト。2009年8月16日時点のオリジナルより、アーカイブ。2017年11月5日閲覧。カーミット・ボッカー、スマイル・アンバサダー。2007年10月13日閲覧。ビバリー・ライアンズ。2006年10月16日。カルマイト・ドゥイング・ハービット・フォー・チャリティ。ザ・デリー・レコード・ハット・ニコ・ファンシン・ワンス、エイ・ナイト。 ザレジェンダリーマン、ミスターバード、NVANTHIN.BLOGSPORT.COM、2016年10月5日時点のオリジナルより、アーカイブ、2016年4月22日閲覧、ありがとうございます。